チャオ、あちゃんです。今日4月の28日、ゴールデンウィーク2日目日曜日のあちゃんの晩ご飯の後のデザートタイム、久々やね、晩ご飯の後のデザートタイム。開けてもこんなやつ、よもぎプリン、もっちり食感よもぎプリン、メグミルクです。桜風味のよもぎプリン、開けてみたいと思います。桜風味の黒蜜ソースがついてる。ちょっと今日はね、金色のやつなんで、ちょっとふわふわしてるんだけどね。こんなので配信してていいのかな。まあ、いただきます。もちもち、プルンプルンのもちもちで、よもぎ、めっちゃよもぎ、で、ちょっと黒蜜ソースをのせます。黒蜜をのせて、ちょっと考えたらめちゃくちゃなんですよ。なんか一日ね、今日眠くってね、でもゆっくり過ごしました。いただきますか。桜風味かな、あんまり桜風味感じへんだけどね。黒蜜ですごく甘くなって、いやー、なんかね、なんか今日すごい疲れてんのか眠いのか、何もできへんかった、何もできへんかったって。お昼ご飯は頑張ったけどね、子供のリクエストと自分でマイセルフお寿司を握ってね。なんかもうブラシ入れてへんか、今日もどこも行かへんかった。下のシャッターも開けずにね、今日は一日家でこもってた。あ、行かけた、お父ちゃんにタイあげに行って。晩ご飯はね、唐揚げあげて、でビール飲んでふわふわして、でもいいの。明日のね、朝の動画は今終わったから、あ、見られた。今編集してんねんね、今日1日目の、1日目じゃ、今日1日目の動画をね。だから、編集ってことじゃないけどね。これ美味しいよ、結構あちゃん好き。よもぎのね、和とミルク、よもぎのプリン、もっちり食感、食感がすごくね、プルンプルンで美味しかった。で、よもぎの風味も出てる。ただ桜って書いてあるけど、桜の風味はもう変わんじひんかったんけど、黒蜜かけたらね、甘さが倍増してね、美味しかったよ。口の中甘々です。ふわーふわーってしてんね。これで見てやしいいでしょうね。ということでね、今日のね、あっちゃんのデザートタイムは雪印メグミルクの和ミルクもちり食感よもぎプリンでした。で、ね、さっきちょっと食べててんけど、ハサグがね、もうちょっと食べてみましょう。このハサグね、和歌山行った帰りに吉野で買ったのね。で、4個で300でも400、1個100円ぐらいやってんけど、ちょっとちっちゃいね、小ぶりやねんけど、結構甘かった。酸っぱ、甘い、めちゃくちゃ甘いプリン食べたからめちゃ酸っぱい。
美味しい美味しい。うん。ハサク好きやからね。柑橘系は好きやねんけど、特にハサクが好きでね、あっちゃんね。うん。ハサクもどっちかってみずみずしいやつより、どっちかって粒がしっかりしてて、ちょっとかすってなったやつの方が好きやね。これどっちかってみずみずしい系の甘い系だけどね。なんか知らんけどね、疲れが出てんのかな。うん、美味しい。ラスト。これもっと食べてみる。もちろん作られた甘いものもいいけど、フルーツっていうのもすごくいいと思うね。まあ、両方食べたらまあ良くないか分からんけどね。でも、フルーツをいただけるっていうのはすごい幸せです。はい。でね、ちょっとね、なんかふわふわしてるの。今日ね、ライブする元気もないし。元気はないことはないんだけどね。テンションをね、保つのがちょっと辛いかもわからないので、今日はライブなしです。ゴールデンウィーク中ね、ライブできたらしようかなと思っててんけど、なんかね、ゴールデンウィーク、こう、ゆっくり休んで、ゴールデンウィーク明けにリフレッシュしたあっちゃんで、みんなにお披露目した方がいいかなって思ったりもしてんねんけどもね。髪の毛バサバサだわ。こんなんでね。ゴールデンウィークは温泉に行きたいあっちゃんです。どっかで温泉行こうかな、子供とね。で、近場のね、赤目温泉ぐらいが今考えてんだけど、お泊まり行ってもお金使っちゃうしさ、もっとね、やっぱり収益があったら温泉行こうかって誘えないけどもね、考えないです。このチャンネルを今目指してね、もちろん社会派も目指してるし、いろんなことやんだけどもね、その中であっちゃんは食のチャンネルっていうのをメイン基軸にして、でいろんな動画を上げていこうと思うんだけどね。でその中で、まあ、お魚動画もね飽きてきたっていう人も多いけども、でも逆にお魚動画の再生数がちょっと固定化してきたりね、ちょっと前よりも、マシにちょっと増えてるような気もするし、でもっともっとねみんなに見てもらえるようにね考えて、やっぱ10分ぐらいにねカットしてやっていきゃいいんだけどもね、なかなか編集する間がなくてそのままバッサリポンってかけてしまうことが多いんだけど、ちゃんと編集して頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということでね、今日もね、今ちょっとねお昼ご飯までを作ってんだけどもね、レンダリングエラーが出てね、なんかよくわからないね、一回落ちてん、時々あんねんこれ。今ハードディスクもね、だいぶ容量なくなってきてるからね、ちょっとずつなんか消していかなあかんねんけど、撮った動画をね消してしまうと、まあ、失敗したなと思ってやり直し効かなくなっちゃうし、ね、まあ、古いやつから順番消していったんだけども、ね、ボツネタも消していこうと思って、ボツネタこれ起こすのもいいかなと思ったけども、ハードディスクのことつけしていこうかな。ないとね、もう容量がすごい痛い、大きくなってきてるからね、2テラやったか3テラやったか買ったのもう容量がねほとんどない状態で、ね、消さへん自分が悪いね。
あれ撮った動画を消さずに残しとくっていうのもいいなと思うんやけどね、なかなかそういうのできへんかって、まあ、YouTube にアップロードしたら消してもいいかなと思ったらいろいろ考えてないけどね、難しいところです。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯の後でやったいもはよもぎプリンでした。美味しかったです。で、発作、甘かったんけどプリンだと酸っぱかったよね。まあお茶飲んだ後はまあまあ甘かったんで満足でした。ということで今日のあっちゃんでだったいもよもぎプリン良かったよと思った方、高評価、高評価、コメント、チャンネル登録してご覧になってくれたら嬉しいです。今日はエヴァンでございました。ではまた。